エドガー・アラン・ポー、モレラ。それ自体、まさにそれ自体、永遠に一つにして唯一なるもの。プラトン、共演。深い、だが世にも不思議な愛情を持って、私は我が友、モレラを見守った。今は何々もの昔、偶然の機会からモレラを知った私は、初対面からかつてない炎を上げて魂の燃え上がるのを覚えた。しかしそれはエロスの炎ではなく、その炎の不思議な意味を定義づけることも、はたまたその捉えどころのない激しさを抑えることも到底できないことが次第に分かってくるにつれ、私の心は苦しみに苛まれた。だが私たちは相まみえ、ついに運命は二人を祭壇上で結びつけてしまった。私はついぞ一度も情熱を口にすることも、愛を思ったこともなかった。しかし彼女は世の交際を断ち、ひたすら私一人に尽くし、私を幸福に浸らせてくれたのだ。それはこの世のものとも思えぬ幸福であり、夢に見るような幸福であった。モレラの博学ぶりは素晴らしかった。その才能は波の猛ではなく、その知力は途方もなくずば抜けていた。私はそのことに気づき、多くの点において彼女の教えに従うこととなった。だがやがてモレラは、プレスブルクで受けた教育のゆえでもあろうか、世間では初期統一文学の斬新に過ぎぬとみなされている数々の神秘的な作品を私の前に持ち出すようになった。理由こそ私には想像もつきかねたが、モレラはそういう作品を好み、長年研究を続けていた。やがて時の経つにつれ、私もまた同じものに興味を抱くに至ったのは、習慣と模範という単純ながら効果的な影響力に屈すべきであろう。もし私の考えに誤りがなければ、こうした経緯のすべてに私の理性は預かっていなかった。私の信念はいささかもお手本によって動じることはなかったし、また私の紐解いた神秘層の表面だけの知識も、私に大いなる誤解のない限り、私の行動や思想に働きかけることはなかった。このことをはっきりと知るや、私はすっかり妻の導きに身を委ね、彼女の複雑な研究の中へと勇敢にも飛び込んだのであった。こうしてやがて禁断のページに読みふけり、禁断の精神が胸の中に燃え上がってくるのを覚えるとき、モレラはその冷たい手を私の手に重ね、死せる哲学体系の肺の中から低い怪しい言葉をかきたて、その不思議な意味は私の記憶に焼き付いた。私は何時間もモレラの傍らを去らず、彼女の声の額の根に聞き惚れるのであった。だがそのうち、大なる旋律は恐怖に縁取られ、私の魂には影が落ち込み、顔も青ざめ、その甘えにもこの世ならぬ音色に心ひそかにおののいた。こうして喜びもにわかに色あせ、恐怖と変わり、火の無の谷がゲヘナに変わったごとく、世にも美しいものが世にも醜いものにと変わり果てたのであった。先に述べた数々の書物から芽生え、長きにわたりモレラと私のほとんど唯一の話題となった論議を、今くだくだしく説明する必要はあるまい。神学的倫理学とでも名付けられるべきものに詳しい人々には容易に理解されようし、また暗い人々にはいずれにせよ理解されることはないだろうからだ。フィヒテの熱狂的な反神論、ピタゴラス学派の人々の修正輪廻説、そして長んずくシェリングによって力説された自動率の学説は、想像力豊かなモレラにとって通例最も魅力ある論議の的であった。いわゆる個性なるものは理性ある人間の穏健な考え方の中に損するという六種の定義は、まさに資源であろう。しかして個人なる語によって我々の理解するのは、理性を備えた知的実在であり、また常に思考に伴う意識というものが損するがゆえに、この意識こそ我々すべてを、いわゆる我々自身にさせるのであり、他の同じく考える存在と区別し、我々に個人性を与えてくれるのである。だが個性化の原理、つまり個性が死によって永遠に失われるものであるや否やという観念は、
私にとっては常に大きな興味の的であった。もっともそれは複雑な興味ある結果に惹かれたというよりは、それを述べるモレラの興奮を抑えきれぬ態度に惹かれたためであった。だがやがて妻の謎めいた態度が呪文さながら私に重苦しくのしかかってくる時が訪れた。私はもはや彼女の青白い指先の感触に、額の調べのごとく言葉を操る低い声に、憂いを帯びた目の輝きに耐えられなかった。モレラはすっかり気づいていたが、あえて咎めようとはしなかった。どうやら彼女は私の弱さや愚かさにも気づいていたようであったが、ただ微笑を浮かべ、これも運命だと言うばかりだった。また彼女は次第に私の心が疎遠になってゆく、私自身にも分からぬ原因にも気づいている様子であった。しかしモレラはその原因がどういう性質のものであるか、素振りにも示してくれなかった。だが彼女とても所詮は女の身、日ごとにやすれを見せていった。やがて深紅の斑点が頬に現れて消えず、青白い額に浮き出た青筋が目立ち始めた。一瞬私の心も哀れみに溶けたが、だが次の瞬間彼女の意味ありげな視線に出会うと、たちまち私の心はムカつきを覚え、暗い底知らぬ深淵を見下ろすに似ためまいを感じるのだった。では私は真剣な焼けつくような願いを持ってモレラの死の瞬間を待ち望んでいたかというのか。しかりその通りであった。だが彼女の脆い魂は何日も何週も、そして何ヶ月もの間、その肉体にすがりついて離れず、ついに私の責め苛まれた神経は私の理性を打ち負かし、長引く彼女の死期に激高し、さながら悪鬼のごとき心を持って、彼女の静かな命が黄昏時の影のように傾くにつれ、次第に長くなってゆくかに思われる一日を、一時間を、そして苦しい一刻一刻を呪ったのであった。だが風も空にひっそりと安らうと、ある秋の夕暮れ、モレラは私を枕辺に呼んだ。地上には嘘もやが一面に垂れ込め、水面には鈍色の輝きがあり、森の豊かな10月の葉の間には天空からの虹が落ち込んでいた。いよいよ大事な日が参りました。私が近づくとモレラは言った。生きるにしても死ぬにしても大事な日が参りました。生ける地上の息子たちにとっては美しい日です。ああ、ですが死せる天の娘たちにとってはよりさらに美しい日なのです。私はその額に口づけをしてやり、彼女は言葉を続けた。私は今息を引き取ります。ですが私は生き続けるでしょう。モレラ、一日としてあなたの愛が注がれた日はありませんでした。ですが生ける間、疎まれた私を、死んだ後きっとあなたはお慕いになることでしょう。モレラ、私はこのまま息を引き取ります。ですが私の中にはあなたがこのモレラに注がれた、ああどんなにかわずかの愛情の形見が宿っております。やがて私の魂が去るとき子供が生まれます。あなたと私モレラの子供が。だがあなたの日々は悲しみの日々となり、糸杉が木々の中で最もよく風雪に耐えるように、どの感情にも増して長く続く悲しみが訪れるでしょう。なぜならあなたの幸せはすでに終わり、喜びはペスタムのバラが年に二度咲くように人生に二度は摘めないからです。さればあなたはもはやかのギリシャの詩人アナクレオンのように時を忘れることもかなわず、陥落の馬酒の味も知らぬまま、さながらメッカのマホメット教徒たちのように生きながら教科扉をまとい続けねばならないのです。モレラと私は叫んだ。モレラ、そんなことがどうしてわかるんだ。だが彼女は顔を背けて枕にうずめ、やがてかすかな痙攣が手足を走ったかと思うと、そのままこと切れ、もはやその声は再び聞かれなかった。しかし彼女の予言通り、モレラが死の前に埋め落とし、
母親の息が引き取られるまでは呼吸することのなかった忘れがための娘は生き残った。その娘は身の丈に知恵に不思議なほどの成長を見せ、死んだ母親にうり二つであった。私はこの世の人間に対しとても感じることもあるまいと思われた激しい愛情を持って娘を愛した。だがやがてこのひたむきな愛情の天空も曇り、憂いと恐れと悲しみがその上を暗雲となって吐きすぎる時が来た。私はこの子が身の丈に知恵に不思議なほどの成長を見せたと言った。確かに体の成長の速さは不思議なばかりであったが、しかし王、その知的成長の発達を見守る私を襲った騒然たる思いの、なんと恐ろしかったことか。痛いけな童女の壮年の中に、日ごと成熟した女の能力と才能を発見するとき、豊富な経験から来る教訓が幼児の唇から漏れ、成人の知恵と情熱が絶えずその大きく視覚的な目から輝き出るのを見るにつけ、果たしてそれが恐ろしく思わないでいられようか。やがてこれらのすべてが私の呆然とした五感にはっきりと感じ取れ、もはやその事実を私の心から隠しておくこともならず、再度でまた受け止めるだに身震いの来る近くから投げ捨てることもならぬとき、胸騒ぎのする恐ろしい疑惑が私の心にいつしか忍び寄り、また私の思いがすでに奥月に葬られた我らの語った異様な物語や怪しい学説に呆然としつつ落ち込んでいったことは果たして驚くに当たるであろうか。私は宿命が私をして愛せしめた我が娘を世間のうるさい目からかくまい、苦しい不安を胸に我が家の厳しく隔離された環境の中で愛する我が子にまつわる全てを見守った。こうして月日が流れ、日ごと我が娘の清らかな優しい表情豊かな顔を見守り、その大人びてゆく姿を開かず眺めやるうち、日ごとに私は娘の中にあの憂いに沈んだ亡き母親との新しい類似点を見出すのであった。しかしてその類似の影は一刻一刻と濃さを増し、より完全に、よりまざまざと、より複雑に、より一層恐ろしい様相を呈していった。娘の微笑が母親の微笑にそっくりなことはまだ我慢ができた。だがそのまるで母親と息をしてあるのに、私は身震いを覚えたのだ。娘の目が我らの目にそっくりなことはまだ我慢ができた。だがその目はしばしば我らそのままのひたむきな相手をたじろがすような意味を込め、私の魂の深みまでじっと覗き込むのだ。そしてその広い額の輪郭の中に、絹のような髪の巻き毛の中に、その髪にうずめられた青白い指先に話す言葉の憂いを帯びた音楽的な調べに、そして泣かんずく王何にも増して生ける愛しい娘の唇から聞かれるしてる母親の口癖や表現の中に、私はどんなの思いと恐怖の糧を、一家な死に耐えようとせぬ開墾の糧を見出したのだ。